一言、本当に一言しか言いません。皆さん、自分の一つのスイングができないのにアイアン用のスイングとドライバー用のスイング2つできるんですか？申し訳ない、私にはできません。ですから私はドライバーもアイアンも同じスイングを目指しています。ただ先ほどの質問の中でアッパーなのかダウンブローなのかという話がありました。ボールティーアップしている分だけ当然極力地面に平行にクラブヘッドが動きたいというふうに考えれば、ティーアップをしている分だけクラブは横に動く力が強くなります。その分それをアッパーという人もいます。それから、アイアンは地面の上にボールがあります。当然理論上はボールの赤道よりも下にさえクラブが入ればボールは浮くんだ、これ理論上そうです。だけど実際にそうやって打ってるプロはいないです。ほぼほぼボールの前側のところからターフが取れるような感じです。でこれはなぜかっていうと、まずクラブがドライバーより短くなってるということ、そうすると、回転が割と立ってくるんですね。ドライバーよりも立ってくる。でその分最下点が左側に来る。いやもちろん何もしなければ最下点も同じ場所なんですけども、自分の体が若干こうやって動いてくるんだけ最下点が前に来てそのまま行くので、ボールの前にクラブが行ってしまうんですね。なのであえてダウンブローに打とうとしているわけでもなければ、もうダウンブローなんていう言葉は死語ですよね。あえてボールの先を打とうとしているわけではなくて、構えたところにクラブが降りてきて体の回転が伴えば少し先側に最下点が来るというふうに考えていただければいいと思います。まあいずれにせよあまり難しく考えない方がいいと思います。と、多くの方がこのマットで打ってらっしゃいますよね。なので若干ボールの後ろから打てた方が球も上がるし気持ちいいんです。でそういう方がゴルフ場に行くとなかなかダフってうまくいかないっていうことがあるので、その辺も含めてですね、マットで練習する時には気をつけて打たれればいいかなというふうに思います。いろんな工夫の仕方がありますけども、たくさん練習している方がいらっしゃるので、あえてあまりやらない方がいいのかなというふうに思いますけども、私なんかは例えばボールの後ろにティーを置いてそのティーを打たないようにボールの先だけ打っていくとか、ボールを2つ置いて後ろのボールに当たらないようにダウンブローに打っていくとかっていう練習をするんですけども、一般の方は普通の練習では危ないと思うので、少しずつ工夫されればいいかなというふうに思います。